はい、こんにちは。新世界チャンネルの平田です。今日ですね、一つ面白いアプリを見つけましたので、それをですね、シェアしたいと思います。名前がですね、んふんと言います。んふんですね。なんか変な、隠してるわけじゃなくて、んふんっていうね、そういう呼び方をする、発音するアプリなんですね。で、こちらがですね、公式サイト、今現在の公式サイトです。で、まだですね、正式にこう、ローンチされてませんで、テスト版がですね、ちょっとこう、頃合いを見計らって、タイミングが合う方にはこう、テスト版をこう使ってもらってるみたいな、そんな感じのものですね。で、現在は Mac のみということで、これから Windows とかスマートフォンなどに対応する、まあ、このんふんアプリがリリースされるというふうになっています。で、どういうものかと言いますと、まずですね、ニュースになっているので、こちらをですね、見ていただきたいと思います。まあ、ちょっとたまたまね、読みやすさということを考えてエキサイトニュースにしましたけれども、Yahoo ニュースでも取り上げられてますので、そちらでね、見た方いるんじゃないかななんて思います。資料の見えづらさを極限まで排除したビデオ会議ツール、エバーノート元 CEO が、んふんを発表ということなんですね。ビデオ会議ツールということなので、基本的に現在はですね、Zoom や Google Meet、もしくは YouTube のライブ配信ですかね。まあ、そういったもので使える、プレゼンテーションサポートツールというふうになっています。まあ、実際どんな感じのものなのかってことを、これから紹介ビデオをね、紹介していきたいと思いますけども、こう、ズームのですね、背景を変えたり、その背景の中に動画を埋め込んだり、もしくは自分の画像を小さくしたり、大きくしたり、透明にしたり、色をつけたり、いろんなその、プレゼンテーションをですね、彩るような、こう、演出するような機能が盛り込まれているんですね。なので、楽しいとかね、エンターテインメントって言った部分ではなく、だけではなくて、プレゼンテーションとかビジネスの資料を見せるとか、何か人をこう、面白く飽きさせないようにビデオを最後まで見てもらうとか、まあ、そういった工夫ができるサポートツールが、んふんというものだってことなんですね。はい。実際どんなものかっていうことをご紹介しますけども、この方がね、多分開発者の方ですね。自分でニュース番組を作れるっていうこと、簡単に自分がキャスターになるよって書いてますけども、ちょっとね、これ再生すると、何ですか、この動画のね、音声とかで、実際今収録している動画が、ペナルティー食らってしまいますので、ちょっと再生できませんけども、まあ、どうかな。音声出さなきゃいいのかな。ちょっとやってみましょうか。音消してやってみますね。はい。まあ、ちょっと字幕だけ追ってってもらえばわかると思います。まず自分のいるルームを設定。背景は屋内、屋外。アニメーションの多くのものが選べるよ。これがかっこいいでしょ。何でも自由にスクリーンを設置し、何でも表示できますよ。印刷写真を表示したりもできますよ。気に入ってる写真を自慢したりもできますよ。ビデオ会議でばっかり過ごすんだったら、こんな楽しみもないとね。なんて。そんなこと書いてますね。はい。他には、この後ですね、Zoom や Google Meet でプレゼンするときってちょっと面倒ですよね。リズム崩れませんか？画面共有しますよとかって言ってもなんかダサいですよね。だったらもっとスムーズに見せれる方がいいですよね。まあ、それがこれですと。こんな感じでスライド見せれるんだけども、自分はちょっと邪魔だから小さくすることもできるし、透明にすることもできるし、いろんな画像をね、スライドをこう見せることもできますよと。まあ、そんなことが言ってます。はい。ちょっと他の動画も見てもらいますね。こっちはちょっと音を消してますね。もう一回これも再生してみますね。はい。ごめんなさい。ちょっともう一回戻ります。自分の背景にも映像を流してるわけですね。で、この人はプレゼンテーションの、画像を手元で操作してます。この方は背景に動画を入れながらスマートフォンの画面を映してますね。はい。あと、この方も、まあ、そんな感じですかね。アプリの、例えば TikTok なのかわかりませんけど、何かアプリを表示してますね。まあ、この方も背景に静止画、動画を組み合わせてます。で、自分を透明にしたりとか、まあ、こんな風に面白くね、色を加工したりとか、まあ、YouTube をだから背景にすることができるわけですよね。まあ、この方はゲーム実況をしているわけですね。ゲームかな、これは。はい。まあ、こんななんか自分のプロフィールなんかを紹介するにもプレゼンテーションを背景に入れていると。まあ、そういうことができるツールが、んふんだってことなんですね。はい。で、まだですね、ローンチされてませんけども、かなり YouTube の方には、まあ、日本の方というよりも外国の方の方が多いのかな。まあ、情報がね、早い方は、もう5日前とか、まあ、今日は7月17日ですけども、5日前とか、4日前に、このんふんがね、Yahoo ニュースで発表されてからすぐに、こう、試しに使ってる、もしくは、調べて紹介してくれているというか感じになってます。で、一部の方、早い方はね、使えてる方もいるみたいなので、例えばこの本田さんという方もね、実際自分が使ってる映像を流してくれてますので、これも参考に見てみてください。で、あとはね、IT 系ですごく著書も、本もたくさん出されている小原さん。IT ビジネスの原理実践編っていうね、このチャンネルがありますけども、この中でも小原さんが実際テストで使われていますので、ご覧になられるとイメージが湧くんじゃないかなと思います。はい。こちらはですね、まあ、公式サイト、公式チャンネルですね、見てもらっても、まだね、動画がこれだけしかありません。で、2020年の秋頃をめどに、
リリースされるということですので、まあ、どうなんでしょうね。価格とか無料なのか有料なのか、最初わかりませんけども、おそらく最初は無料で使えるものが出てくるんじゃないかなと思います。で、今後ですね、こういったものを使うことで、ズームを使った、まあ、いわゆるプレゼンテーション、もしくはセールス、まあ、ビデオセールスとかね、ライブセールスとか、面談セールスとかいろんな言われ方しますけども、いわゆる、まあ、インサイドセールスっていうものですね、外に出かけるんじゃなくて、画面を通じてパソコン内でセールスや交渉や、そういったことをするっていう機会が今後ますます増えてくると思いますけども、その時に、やっぱりこう、スムーズにプレゼンテーションをする、もしくはこう、すごくこう、エンターテインメント性を持たせながら楽しくプレゼンテーションをする、そういったことが、今までだとなかなかライブ配信できなかった。画面共有をしてプレゼンテーションを、ただ、パワーポイントをね、スライドとかを見せるぐらいしかできなかったんですけども、しかもそれをやることで結構、カクついてね、重くなってしまうとかってありましたけども、そういったことがなくなって、よりこう、スムーズになるという感じですね。で、さらには、ズームの場合は、録画機能もありますから、当然ですね、こういったプレゼンテーション型、ズームには、当然、こう、録画機能、がありますので、こういったプレゼンテーションサポートツールを使えば、動画コンテンツを作るのが非常に簡単になります。今までは編集を加えて、動画の中に、こう画面をね、また切り抜いて画像や動画を埋め込んだり、そういったことをしなければいけませんでしたけども、そんなに難しい操作じゃないんですけども、結構それなりのパソコンのスペックがないと編集が大変だったりだとか、まあ、それなりの技術をね、慣れてる方じゃないとできなかったりとかしますけども、これはもう自分でプレゼンテーションの、まあ、実際するかのようにね、まあ、ズームの中でプレゼンテーションすれば、それが録画されて、コンテンツになるわけですから、今後ですね、こういったコンテンツ作りの分野のハードルを下げる一つの理由にもなってくるんじゃないかなって期待しています。はい。ということでね、まだね、今日7月17日で10日のニュースということで、まだ1週間しか経ってませんけども、エバーノートの元 CEO の方が、制作された、まあ、開発されたツールということで非常に注目をされています。今年の2020年の秋にリリースされるということですので、ぜひね、期待してみていてください。で、テスト版はですね、こちらの、んーふーの YouTube チャンネルの方でもいいですし、他の方々がね、紹介してくれている動画でもいいんですけども、説明欄の方にベータ版のテストに協力いただける方は、まあ、こちらのね、公式サイトのリンク貼ってありますので、ここの招待を取得っていうところから、メールアドレスを登録すると、タイミングを見て、テスト版が使えるようにご案内がされるという感じになっているようです。僕もですね、待ってる状態なんですけども、ぜひね、いち早くこう試していただいて、そしてそれをね、いち早くこうレビューすることで、またね、世の中のためにもなるんじゃないかなと、ご自身のビジネスにも早くね、活用できるんじゃないかなって思ってますので、ぜひ注目してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、じゃあ引き続きよろしくお願いします。